おい、そうめん作るからお野菜取ってきて。あ、もう取ってきて一緒に行く行く一緒に来てくれんの。うん、そうめんに添えるトマト、めっちゃなってんな。あ、なんかちょっと遅そうやで、この辺。そうなんや、ずっと待ってたのに。あれ、あれもう取れんねんけど、勝手にイエーイ。え、ほんで、まあ、ネギ、ネギか。ネギは薬味、薬味そんなもん。うん、そうめん、そうめん。奈良といえば、三輪そうめん。神糸やで、パソナ。それ、豆苗育ててたやつ、してるやつ。豆苗育てたらまずなるな。なんかめっちゃ固なるよな。固なる。今日のテーマは夏を感じるやから。え、もうそうめんなんか茹でたら終わりやろ。え、そうでねんけど、めんつゆあったっけ。そうめん、あ、めんつゆ少ない。まあ、足りんよ、これ作らな。え、もうそうめん茹でていい。あの、2分もできちゃうけど。めんつゆはできた。パンのめんつゆ。じゃあ、パンのめんつゆ、それどうやって作ってんの。え、めっちゃ簡単やで。なんか今の関西弁めっちゃ腹立つな。ちょっとエセってたな。めっちゃ簡単やでみたいな。知らんけど。カツオとか粉末さ、バーン入れて、適当に醤油、みりん、酒を大さじ2入れて、砂糖小さじ1でチンして終わり。へえ。どっち取ってんの？たそう。なんや。ジジイさん、えらい豆苗のケース気に入ってるの。いや、さっきからなんか何してんの。そんな好き、それ。めんつゆ完成。ちょ、取らんといてや、こんなん。で、このさ、あまりのこれあるやんか。うん、これ、フライパンでいったらめちゃくちゃ美味しいふりかけになる。あ、前のやつ、それか。うん、そう。さあ、そうめん。これで今3束。これでへ。うん、まあ。いや、なんかそうめんってどれぐらい食べれるのかわからんのよ。もう1束いっとこうかもしれない。あー、全然ピント合わなかったもん。じゃあ2分は測って。2分測って。測ってくれたわ。空手。何空手調べてる。なんか、いや、さっきの尻空手調べてた。ちょっと待って。え、何分。もう1分半でいいよ。あー、やばいやばい。もういい。ちょっと、もう、早く。分かった。はい、オッケー。もう？うん。これ流水で流すのか。うん。あっちー。美味しそう。コシが強くて美味しいやつってわかる。何してるの？水切り。いや、取ってた。取ってた。え、これさ、ちょっと濡らした方が良かったんちゃう。あ、まあそのままちょっと水で洗って。じゃあ水切りしたい。確かに。あんだけ一生懸命水切りしてくれたけど、また。え、ほんでもお皿に盛る？あ、盛ろうね。え、それともあれ？透明のやつに。あ、ね、なんかそれも夏っぽくていいけど、二人がどれぐらい食べたか喧嘩になる？喧嘩ならへんよ。じゃあ透明パターンでいこう。こっちってこと？うん。おー、いいね。いいね。おお。これ落ちるよ。これなんか。何それ。知らんがな。どうやってそうめんって思うのよ。なんかガラスのお皿でおしゃれとか言いながら。え、ネギはもう入れちゃう？まあ入れてもいいと思うけど。みょうがは？実際入れるしな。みょうがも入れていいけど全部。みょうが？これになんか緑のね。みょうがじゃあこっちにしようよ。こっちは。ああ、そういう感じ？なんかもうちょっとマシになるんじゃない？ほら、緑も追加されて。あ、なんか濃いやん。まあよろしい。よし。まあちょっとさ、ナンプラーレモンでもそうめん食べてみなくてさ。あ、すごい。きっと美味しいんじゃないかっていう気がするんだよね。ナンプラー大好きマンやな。ナンプラー？ナンプラーすごいな。異色の組み合わせやん。え、そんだけ？いや、そうなんやね。なんかいつもより質素なってんねん。質素なってんな。いや、これタンパク質足りてないよ、これ。足りてないね。うん、あれ、なんか取り皿いた？いらんな。うん、まあこうかな。早くここは？うん、まあええわ。ええもん。なんで？いらん。水いらん。水いらん。
なんでそこにあったで、ね、いらん水いらん。そうね。え、ほんで、あ、生姜ないやん、生姜。俺、生姜吸って。コンポってきたのか。生姜吸ってどこ行った。水いらん。水いらん。え、生姜もめっちゃ入れとく。うわ、もう全部ここに入れとくスタイルでしょうか。いや、なんかさ、そうめんだけ多いな、めっちゃ。そうめん多い。ね、あ、水きた。全然タンパク質ないのにさ。よっしゃ、今年初そうめんや。そうやな、そうめんめったに食べへん。うん、めったに食べへん。じゃあ、いただきます。そうめんしたいわ。めんどくさい。だいぶ流しそうめん嫌いすぎる。いや、もうなんで流さなあかんの。普通に食わしてほしいねんけど。うん、うまい、うまいな、うん、あ、このそうめん、さすがめっちゃうまいな。めっちゃ美味しいね、これ。美味しい、美味しいっす。久々やから。いや、でもうまいな。うん、ちょっと行き過ぎたかもね。 ね、でもなんか汁なしフォーみたいなもんじゃない。米ではないが。おー。うん、うまい。あ、そうだ。うん、うーん、私的にはめっちゃあり。あ、そうなんや。食べてみる。でも、ナンプラー好きじゃない人やったら、ものすごい美味しないと思う。まあ、ものすごい。それはもうナンプラーが嫌いやからや。うん、逆に私ぐらいナンプラー好きやったら、ものすごい美味しいんちゃう。どうどう。ナンプラーが強すぎて。なんとも言えへんか。わいはフォーやったらありやけど、やっぱちょっとそうめんはちょいちゃう気する。そうなん。違います。違います。違う。うわった。いや、まあ、見た目よりはやっぱりなんか少ないな。ねえ、あれも足りてない。なんか鶏胸肉でも焼く。え、いや、なんか探してんなと思って。納豆かプロテイン飲むか肉焼くか。どれがいいの？いや、でも肉は食べたいけど。焼くのがめっちゃ面倒くさい。でも焼くだけでしょ、塩コショウで。